大坪砂を立春大吉立春の巻枕元の障子に老媒の影がゆらゆらと朝日の差し具合はまだ9時には少し間があるだろうもうしばらく寝ていよう。 冷え切った右手のしびれは湯たんぽのぬくみも感じないほど痛むのだが「おや今日は立春ね大吉だわ」梅子は暦を眺めて一人うなずきながら出て行った「立春か豆まきなど忘れていても春は立っていく昔なら門に立春大吉の札が貼られ またこと新しい心になっていで立つのだが、大吉は今日に帰る。いよいよ最後の日が明けた。残された時間は、梅子は九時の電車に乗るつもりだろう。東京まで一時間、軍議上がりのヤブと打ち合わすのに一時間、連れ立って帰ってくるのに一時間。 とこう見ても正午まで3時間のゆとりがあるそれに鶴尾の小学校も9時に始まる広い屋敷に一人残された右手足の不自由なこの体で明日の朝日を拝もうとするには何よりも気を確かに意志を失わず踏み越え踏み越え進む走路を。血を巡らせその血を 精神にまで昇華させろ。ことがこう差し迫ってしまったのもつい梅子の寝顔に誘われた明け方の気の緩みだったいつも仏様の絵の前で私気が引けますわ極楽に恋と呼んでいるのだからいいではないかそんなこと言って寝間に阿弥陀様の絵をかけとくなんて縁起が悪いとお思いにならない いつ二回目の発作が来るか分からんからね。いやいや。外してしまいましょう。いかんいかん。なぜですのいっそこれも道具屋に払ったらさっぱりしましたよ。死ねばすぐ吊るすえだ。かけたままにしておく方が便利だよ。養生もなさらないで死ぬ死ぬなんて。 この絵があるからだわ。私どこかにやってしまいますやぶにやっても困るだろう医者の玄関に来号の図ではねえまあ妙なことおっしゃるのね変ですわちょっとあなたこっち向いてちょうだい梅子はここぞとエくぼで笑った女も30になるとえくぼはただのへこみではなく そこから会心の影楼がゆらゆらと立ち上ってああ女の奇襲はいつもうんぐ晴れやらぬ隙をついてくるとっさにうまい返答の用意もなくハッと変わった顔色はもう見抜かれてしまったろう気分が悪いよね見てもらわなくては私急いで先生を呼んできますわ。 枕元に洗面器やパンの用意を手早く水黒いは入念にいそいそと出て行った梅子にしてみればどこに隠してあるだろうかと探しやぐねていたところにこうヒントを与えられては女の勘でぴたりと床の掛け物の中と気づいた手際はあっぱれと褒めてやりたいが物の始末にうるさい病人が目の届かないところに置いたまま安心しているはずもないと思い合わして もう間違いないとにっこりそ知らぬ体で病気にかこつけ善は急げと藪を迎えに行くなぞ見えすいていただがまずかった最初の発作で倒れたあと柄にもなく新人家を起こした格好で年来の三尊雷合図をかけさした手順の自然な巧妙さに安心しきってからかうつもりもなく藪のことなぞ言い出したとはいえ油断大敵 いくつになっても単純な男心の敗北は潔く承認する。とはいえ梅子には目的の周りにぐるぐると口実を張って事の筋道に体裁を作ろうとする女の習性が穴を開けていた「ねえあなたこの病気よほど気長に養生しなければならないんでしょうそれにいざという時近所に信用できる医者はなし。 私ずいぶん心配ですわこの広い屋敷であなたに寝てしまわれては鶴尾と二人で心細くて。ねえいっそこの家を病院に改造なさらないあなたは何かといえばやぶやぶって悪口をおっしゃるけどおっさんの怒った時あの人がいてくれたおかげで助かりましたのよ。そりゃ海軍係でぶっきらぼうで面白くない人よ。 私嫌いですわ。でも、腕は確かなのね。だから病院の方を任して、あなたは特等室で祝っていらしたらいいの。私、枕元で本を読みますわ。設備も人手も揃っていれば安全第一ですものね。それに、鶴尾だって保留の室だし。ヤブの方に、それだけの準備があるのかい 機械の設備ぐらいできるでしょう。家の改造は全部こちら持ちなのか。ええ。その方が得ですわ。家を貸す代わりに純益ははっきり当分にしてもらうの。このこと、はじめにしっかり契約しなくては。あなたなら大丈夫よ。この町の病院燃えてしまったんですから、きっと繁盛するわ。 年に50万は保証できるっていうの。だったらお好きな骨董を払い下げなくても、インフレの心配がなくなるだけでもどんなにいいでしょう。だからここで、100万とか200万とか。ダメだよ。ない。それはよくわかっていますわ。でもね、もう家柄も何もないような時代ですもの。 この際思い切ってあのエメラルドの首飾りをそれも周りのダイヤの粒だけで十分だと思いますわねそれならいいでしょ先々代が欧州旅行にオランダのハンス・ペルダに注文して文明開化の盛大を記念にと誇りのササリンドを図案化させた首飾り六名館の舞踏会でいやよそう 聖和玄師の夢は昔の夢。現実は今、梅子の微笑の影に厳しいのだ。今になっても昔の夢に未練があるのよ。頭が古いったら。でも黙って深刻な顔つきしてたから脈はあるわ。そのうち、何とかして出さしてみせるから。と、やぶに報告させておかねば命がない。 やぶが遊びに来ていた夜に偶然酒に放らはしていても格別血圧を気にしたこともないこの年で倒れたのはそれを藪が射欠したり月き切りで注射し続けるやら二日二晩手を尽くして生き返らしたのは肌身離さぬ鍵を取り上げ開いてみた金庫の中にお目当ての品がなかったから。 何が幸せになるか分からぬ時勢で写真品禁止と時代めいた遅れでとにかく着飾って出歩きたがる梅子の首から金庫の中へそれが白金の買い上げダイヤモンドの教室と見えも忘れた騒ぎのおかげでこと殊更古ぼけた塗り箱を選んでライ雷郷ズの軸をえぐった中へこう床にかけて眺め暮らしていると 絵は高々かか鎌倉時代の盆作だが気のせいかメッキの金軸の彫りの具合が寂しいばかり心強いさあ起きよう電気こたつのスイッチを入れておいて洗面器に湯たんぽの湯を取って顔を洗うこうした手順を心がけて陶器の燃料節約を図るこの考え方が梅子には身につかぬのだいや 使用人の誰も彼も先代からの庭番の老人までが曖昧な口元でお暇をいただきますというその腹のうちは主人も時の波に乗り損ねてすっかり落ちぶれたなぁと見限ったのであろう金属三十年屋敷を火から守った手柄はあり 今の物価から計算して退職金はかくかくとこちらから進んで渡してやるのを気そうに頭を下げ下げそそくさと出ていった家計に筋を立てようとすれば臨職だと思い込んでしまうのだから話してやってもわかるわけもないが彼らが気前がいいと世辞を言うのは理由のない存在をする輩のことでそれこそ貧乏人の成り上がり根性 常の心と申すものではないお米を一斗頼んで九州もあればいい方なんですのよと梅子は言うこれを曖昧という損得の話とはまた別で精神の透明さの問題だが体感名詞の輩まで曖昧を利用して狩りを図っているうちに老僧の幽玄と混同して 曖昧な風景を貫禄と心得詰まるところはしい散して障子に人影が映る鶴尾だ不吉な影を見せていく子だな名はタイを表して足は鶴のように細いが平たい頭は亀の甲に似ていつも足音を忍ばしては池のほとりの梅の木の下にかがんでいる。 埋め込め用心深くも学校を休ませて見張りに残していったな妙に敏感な子だから気をつけないと危ない自由な3時間がすっかり狂ってしまったではないかさてどうして石膏を手に入れようか薬屋まで買いに行く予定だったがお父様は外へ行ったよと報告されれば 松葉杖はつかずとも長いステッキにすがった怪しげな姿では行き先を突き止められて買ったものを教えることは隠し場所を悟らせるも同じことたった半ポンドの石膏を何としたものであろうか歯医者に行ってみようちょうど奥歯の治療もやりかけになっている急に痛み出したといえば変ではない あの待合室の戸棚が材料入れ歯になっているから無論石膏はあるしかしまずいことに午前中は患者が詰めかけていてその救うのを待っているなぞ貴重な時間の空費だもっと的確なところはないか彫刻家先代の胸像を作らした彫刻家は今でも近くに住んでいるはずだ あの物置みたいなアトリエだったら石膏の少しぐらいなくなったって分かりっこない訪問して胸像を作りたいとでも言えば無性に嬉しがって茶を運んだり菓子を工面してきたりこの間に造作なく探して帰れるだが小さい胸像でも1万円に請求するんだろうな石膏半ポンドが1万円 不当な執筆といなそもそも「首飾りを湯たんぽに入れて石膏で止める」この思いつきは巧妙なようでいて絶えず探し求めている相手には床の仏画の中と同じに隠そうとするもの,の追われている心理がもろく見えすいているではないか目の届くところにまたは肌身に抱いて「こんな弱い抵抗では」 例えば夜明けの寝ぼけまなこに火事騒ぎを仕組まれただけで湯たんぽを抱えてのこのこい出したり、ダメだ。守るとは何という知恵の足りないご手であろうか。まず鶴尾の動静から観察しよう。いつものように池庭の石にかがんで梅の木を見上げて、梅はまだ花が一二輪。 日差しはあっても池の氷さえ溶けようとしない寒かろうに家の中には落ち着いていられず外へ遊びに出るには悪道たちに分けてやる何かを持ち出さねば相手にされず一人つくねんと花を待っているあんな子になってしまったのも仲良しだった鶴がいなくなってからまた昔が出るが 梅子をめとった縁から子に鶴をとなづけ、和康先生に失縮したではないが、池を聖子に見立てて、梅を植え鶴を放った。折々のけたたましい鳴き声にもなれれば、庭の趣自ら死に遠く、のどけさはさすがに鶴の歩みであった。その鶴の盗まれた朝、夢を破ったけたたましい叫び声は、 鶴尾の天を恨み地を走る後ろ姿のいっそ痛ましいより白々しく疲れたものの諦められぬ幻を追ってたどり着いた垣根の破れの外に自転車のタイヤの跡は犯人すでに通しと教えていた昼の食事もとらず持ち出した吹き矢で小鳥を居落とそうと焦るほどどの的もゆやって飛び去り苛立ち疲れてもうじっと と池のあぜで細い膝を抱く不機嫌さだった是非なく一言慰めてから叱ってやろうと後ろに近づいた足元でぴょんとカエルが跳ねたぴょんぴょんぴょんと古池に飛び込もうとするところをすっと鶴尾の手が伸びてギュッとつかみ上げたと見る目の前で長い後ろ足の先に爪を立てるや くるりと一皮剥いでしまったそのまだピクピク動くのをポンと池に投げ込むとスイスイと裸のカエルが泳いでいく背中にヒュッと毒矢が命中してしかめた目も離せない痛い痛い光景であった今しも立ち上がって裏木戸の方へさまよい出ていく鶴尾の後ろから ルーを友としして楽しむ心とカエルの肌の痛さに無感覚な神経とが2つの影となって付き添い行く者のごとくであるさあこの間に仕事にかかろう床の仏がを外して代わりに苔への大しくば媒をかけてこれなら清潔無比だろう梅子は帰ってきてちらりと床に目をやりおやっと一瞬躊躇する。 そこですかさず「気になりだしてかけかえたよ」「この分ではやはり病院に改造した方が安全らしいみんなでゆっくり相談しようではないか」「これで死の注射はしばらく見合わせとなり今にも首飾りを出すだろうと考える」「相手が直接の暴力を差し控えてこちらの顔色をうかがうとなればもうお後手だ」 先手先手と打って時を稼いでいるうちには不便だが2階の洋式トイレットまで登って用を足さねば日本式接近では不安定で信用がならぬこればかりは腰を据えてかからないと精神の爽やかさは得られないし少なくとも窓を開けて公然の気を養うべきである青空を仰ぐもよくまた時には 目の下の浴室で梅子の湯に浸かっている後ろ姿を眺めるのもかであるかきの外一面は荒涼たる焼け跡で中に一筋ぬかるんだ石高道が東の盛り場に続き行き来の人の服装から世相の一端に触れるのがまた面白い今日も鶴尾は道端の石に腰掛けている休みの日はいつもそうだが 盛り場の魅力が家の中から庭に誘い鶴のいない池際にもいたたまれず道端にこっそりとそれはあたかも肉体から精神の抜け出た形だが理由は小遣い線を持たぬからとは分かっているいやしげなものが流行りだしてルーレットの文字とでも言うつもりかキャラメルの箱だの飴なぞを丸く並べた上に針を垂らした棒を回して うまく針の乗ったものを取らせる仕掛けはこれこそ曖昧な人間が寄って動かぬ子供たちにはったりの声を聞かせている札を握った子は一桟に駆けつけるせめてその後ろ姿を見送って鶴尾は胸を躍らしているのだろうしつけをうんぬんする宇治ある家の子ほど寂しいのだ 通りがかりの女が石を踏み損ねて下駄の鼻を切ったのに、懐から紐を出して渡しているではないか。いい子ね。謎と言われるのが慰めなのか。そんな気の弱い親切っで満足しているのは男ではない。今日は十分小遣い船をやるから、ゆっくり遊んでくるがよかろう。鶴を。 かけるからは当てるんだぞ大吉の巻枕元の障子に老媒の影がゆらゆらと朝日が明るくさしてきたあーよく眠った昨日の騒ぎといってはまったくくらくらっと。 みんなも二度目の発作と思ったろうがこう一晩熟睡してみると心身すこぶる爽やかに右手のしびれさえ薄らいでいるこの調子でいけばひとつきとしないうちに元の体に戻ってそうなったら海岸に近い砂丘の上の松の林の中に赤いイラカのコテージを建てて読書に疲れた目を窓にやると 鶴尾がグレイハウンドと戯まれている。鶴尾、さあ波打ち際まで競争しよう。いいか、負けるなよ。親子して汗をふきふき帰ってくると、梅子が熱いココアを用意して待っている。あなたったら、鶴尾より早く走れるようにおなりね。はっはっはっは。人生はこれからだよ。 錆びついた過去の絆をポロリと立って現在の空気を肺の隅々まで吸い込んで未来の方へ大きく叫ぶ「ブラボー!」そして皿いっぱいのオムレツをまた親子して競争する「ねえ梅子アロハシャツを着たらおかしいかしら?」梅子は明るい絵窪でほっほっほっと笑う。 とこの通り未来の設計をしゃべり立てていたのは昨日の午後3時梅子と挟んだ卓上には緑玉石の首飾りがさん然と女は瞳を吸い寄せられ男は度胸の張り場だった「藪の風呂漬けにも驚いたねあんまり長すぎるよヒゲでも剃ってるんでしょ」 現実的に宝石の処分法を研究し始め闇なり金にこのままの価値は分かるまいしそれでは祖先に申し訳がない惜しい細工ではあるがバラバラにして一家だけは記念の指輪にと梅子の指に当てて眺めた時鶴尾の陰にパタリとケースの中に隠した今やっているラジオの曲は何だい 子はしばらく耳を傾け「G 戦場のアリア」いい曲ねそれにしても藪の湯は遅すぎると梅子は立っていったがすぐ渡り廊下をパタパタ戻りふすまの間に立ったまま変よいくらノックしても返事がないのどっか用足しに行ったんだろうだって内側から鍵がかけてあるし 入り口にスリッパも脱いだなりよそりゃあ妙だちょっと来てみておうやおら立ち上がり肩を借りながら渡っていった別当の浴室の中はシーンとしていたどうしたんでしょうどっかのぞいてみるところはないかなそうだこっちへ出て 空気抜きののへ私がほかに誰が登れるかよ母屋との間の狭いところを梅子は藁草履を突っかけて見上げた上窓は高かった「問いにしっかりつかまって窓に片足をかけて」と教えられながらどうやら背伸びして湯気の漏れてくる隙から見下ろしたが。 いないわ。おや湯船の中に。大変だわ。お湯が真っ赤に。転げ落ちるように走り寄ると。あなた、どうしよう。慌てるな。どうしたんだ。死んでるの。え<っ>でも、なんとか。早く早く。よし、鶴う。 大急変ですって梅子が華奢な手でドアのノブをガタガタ言わしている間に発出所の屈強そうなのがのっそり現れ「どうしたんですこの音壊してもいいんですね」と体当たりを一つ踏み込んだ脱衣室から目の下に湯船はさながら血の池で。 中にふわっと浮かんでいるヤブの背中にパクッと見事な傷が口を開いていた。うわ、殺されている。と屈強なのが慌てた。がそこは荒ごとになれた若者の即死と見て取るや制服意識要請に。手をつけんでください。言われるまでもなく、 と頼んだ倒やめに逆に絡みつかれて身動きもならなかった「電話ありますね。案内」というより強引に教えられた形で立たされた廊下を吹き抜ける風は容赦なくその報告がまたクダクダと容量が悪い「鶴るお前は乳母の家へ行って」 休養だからと呼んできなさい。と出してやりのっそりと手帳を出しかかった巡査には降参して驚いた上に寒い風で少し気分が悪い失礼だが病室までご足労を願いたいこたつに戻るともうくったりして茶をすする元気もなくなってしまった巡査も病人と聞いては相手にせず 梅子に向かって型どおりの質問を記すうち一手柄立てたい野心がうずき出したのかしつこく鉛筆をなめながらなるほどご主人の主治医と随分遠くから来てもらうんですねええでも昔からのご関係ですかええ 梅子の頭と胸は分裂錯乱していつものようなテキパキした返事が出しぶる見かねて横から説明してやった一向に正体の試練男でこの頃家内が連れてきて元軍人とか言うんですがああそうですか奥さんの友人とその通りを黒い手帳に書き入れた で被害者の入浴中ご主人はどこにおられました一日中ここでこの通りにしていた奥さんはここで頭がクラクラッとしてパッタリ耳元で梅子の声があなたあなたあまた発作が起こった私どうしよう 駆けつけてきた乳母と2人でどうにか寝床の中に入れてくれた医者の注射で目を覚ますとそこらに警察の連中がうろうろしていて何やら物を聞こうとする口を開けて声を出すと「おうあおうあとばかり「安静絶対安静です」 と医者は警察官をたしなめたそれから先は今朝までいびきをかき通して実のところはたぬき寝入りが本寝入りになってしまったのだが警察の連中のしたことぐらい見当はつくやたらに緊張して見当違いをしたのは探偵の方で被害者は 窓も厳重に閉ざされた浴室の湯船に浸かったまま背中を深く突き刺されて即死している密室内の殺人事件イナと一人が気がついた空気抜きの上窓が開いているでも人の出入りはできないぜイナそこから凶器を投げつけたのだだってその凶器はどこにある そこまで調べたが凶器らしいものはどこの影にもありはしない不思議だなああった物置にあったスポーツ用の投げやりだ先にべっとり赤いものが結婚だ窓によじ登った犯人は投げやりを後ろ向きの被害者の背中めがけてぐさりとひとつき 指紋を調べろ。アルミコをまけ。出た出た。手をかけた窓枠によじ登った問いの周りに投げやりの絵に。誰の指紋か主人のかいや違う。これは不自由な体でできる芸当ではない。オミットだ。女主人のか会う。 り合う終生不変万人不動の指紋が証明した窓に登ったのは女主人だ外の下柱の上にも草履の跡旅裸足の跡証拠歴然犯人だ私はずっと主人と一緒におりました窓に登ったのも主人の言いつけで その証人は絶対安静。いびきをかいて眠っている被害者はあなたの男友達とご主人からの話だったそうですねこの事件は浴室内の殺人で物取りの仕業とは思えないのですもちろん過失でもない結局怨恨または地上関係を想像したいのです いずれ被害者の素行を徹底的に調査すれば判明することですが梅子は追い詰められてしどろもどろに返す言葉がかすれてくる本書までご同行をお願いしたいまずはこんなところであったろう哀れ梅子よ鉄窓の下に夜を込めて何時の唯一の証人の回復を 心から神々に祈ったことであろうぞ旦那様お気づきあそばしましたかと乳母が敷居際から様子を伺うかがううん梅子を呼んでくれすぐお医者様にお電話いたしますから待て医者はいい梅子はどうしたはい あのー、はっきり言いなさい。ちょっと、警察まで。いつ行った昨日、遅くでございましたが。そうか。では、外出するから支度を頼む。まあ、とんでもない、その体で。大丈夫、心配せんでよろしい。 それからそれから松葉杖を出しておくようにさて筋書き通りとなれば警察まで行かねばならん行々しいが松葉杖にすがって是非ないしぎだ何ほんの近いところ自動車謎を呼ぶのは物のついへと申すものだ所長との問答も一応は不安を立てておく方が安全であろう 家内を釈放していいたただきたいまだきまま取り調べが済んんででおりませんので家内は病室から一歩も出ておらん窓に登らしたのは中の様子を見させるため投げやりを持ったのはせがれが発熱した時池の氷を割るためだとこれほど確かに言うておるのにお気を悪くされると困りますがご主人の証言というものは証拠力としては。 いや彼の入浴時間中何をしておったか、何を話し合っていたか。また、ラジオの曲は何であったか。これらの全てが一致したとすれば、証拠力なしとは言えまい。それとも、夫婦して暴殺したと言われるのか。まあ、そう興奮せんでください。肝心の狂気の鑑定も済んでおりませんし。至急お問い合わせが願いたい。 所長は仕方なく司法主任に鑑識課へ電話するように命ずる被害者とご家内との交際についてどの程度までご存知なのでしょう彼は命の恩人です従って家内も非常に感謝し好意も持っていたと思う警察の調査では被害者はご想像以上に身持ちの悪い男でして 婦人関係の訪問を家内に不謹慎の点があったら遠慮なく知らせていただきたい主人として責任を持って訓戒しましょう司法主任が戻ってきて所長と小声で打ち合わせをする鑑定の結果はどうしたそれがそのなんです付着しているのは魚の血で 人血はこれを認めずという報告なのでしてそうなるとこの事件は初めから出発し直さないと真犯人逮捕のためにはできるだけご助をするただ家内の嫌疑が消滅したからは一刻も早く帰宅させてほしい一夜の嵐に痛められた梅のように 日の目を見ても人を静止することさえできない風情も哀れな梅子の肩へ優しく。お前を信用している者の,の家へ帰ろう。そこには告げ口の横暇な風は当たらないから。梅子の目に泉が湧いて、まぶたに虹がかかるだろう。それはさながら目の前の人の姿から、 キラキラ輝き出るかのように。これでよろしい。出発としよう。裏木戸からの方が近道だった。また鶴尾目、道端にかがんでいる。父が通るのにニヤニヤと目をそらす。不気理な知り合いに行き合ったようではないか。ああ、そうだ。 松葉杖の父では人の手前も決まりが悪いのだろうまあいいお前は存外親孝行な子だよ教えてくれた通り藪は裸にはがれて水を流されて背中にぶすりと薮めカエルになりよった梅子が首飾りを出すのに夢中になって 土蔵の奥のつづらの底をかき回している間にちょっとトイレ窓から藪の背中を見定めて用意の森を瓦伝いにつるつるっと見事に命中梅子の目を忍びながら試験に二週間もかかった用心深さは生か死かの最後の瞬間に成功したもうこうなっては どんなにかんぐり深い探偵が出てきたって言ってやる。証拠はどこにあるつららの森は、湯の中を探したって出てきはしないのだ。疲れた。久しぶりの外出だし、それにこの道はひどすぎる。一休みしていこう。つるおは、 また鼻を切った女にひもをやっているお人よしにも困ったものだおや女が出した札を頭を下げてもらっているなああかけてゆくあいまい屋のインチキルーレットへそうかこれは鶴尾のアルバイトだったのかあ 悪道が張った鶴尾は自分がかけたような熱心さで見つめている外れたらしい悪道は舌打ちして鶴尾の額を指で弾いた鶴尾は申し訳ない失敗でもしでかしたように上目遣いにニヤニヤと。 聖和源氏の末流が、だらしのない奴だ。